今回は社会保険制度の基礎の論点についてお話ししたいと思います。まずは社会保険制度の全体像について。社会保険制度は国が運営する保険制度です。保険というのはみんながお金を出し合って何かがあった時に困った人にお金が支払われる仕組みですが、法律によって強制的に加入することが義務付けられていることと、必ずしも平等でないのが民間の保険と違うところです。民間の保険は自分の意思で加入するもので、病気などのリスクが高い人はたくさん保険料を納めなくてはいけませんが、社会保険の目的は国民生活の安定と福祉の向上ですから、リスクの大小に関係なく、基本的にたくさんお金を稼ぐ人がたくさん費用を負担して、あまりお金を稼がない人はそれほど費用を負担しないという所得を再分配する性質を持っています。で、社会保険は講義では医療保険、介護保険、年金保険、労災保険、雇用保険の5つがあります。そして医療保険には健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度の3つの制度があって、年金保険には国民年金と厚生年金保険の2つがあります。次は社会保険制度の分類について。社会保険を加入者で分類しますと、国民年金と介護保険、それから後期高齢者医療制度は、会社員にも自営業者にも共通の制度です。労災保険と雇用保険、それから厚生年金保険は、自営業者は加入せずに会社員などが加入します。そして、若いうちの医療保険は、会社員などは健康保険に加入して、自営業者などは国民健康保険に加入するという住み分けがされています。ちなみに、自営業者は、病気や怪我をしたとき、その原因に関係なく国民健康保険から給付を受けます。対して、会社員などが加入する健康保険は、業務外での病気や怪我のみを対象としています。なぜなら、会社員などが業務上で病気や怪我をすると、労災保険から給付が下りるからです。基本的に社会保険は、会社員などの労働者に手厚いと思ってください。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。